ていくのか。灼熱のこの太陽からの今路面温度の急上昇がこの後のレース波乱を起こす原因というか、何かを予感させる、そんな気がします。果たして最後に勝利するのは一体誰なのか。2021年全日本スーパーフォーミュラー選手権の第4戦スポーツランド都合、さあオールグリーンが出ますと、この後シグナルによってレースがスタートが切られます。19台のドライバーがグリッドロックオン確認、グリーンフラッグが振られました。2021全日本スーパーフォーミュラー選手権の第4戦スポーツランド都合、オールレッド、ライトアウト、今スタートになりました。関口いいスタートだ。牧野が若干出遅れた。牧野出遅れました。2番手には坂口瀬中、3番手はそして福住が3番手に上がったでしょうか。牧野ちょっと出足鈍りました。そして今大湯俊樹が今これで5番手に上がっているか。大湯俊樹が4番手か5番手か、4番手大湯、そして5番手に牧野が落ちたか。さあそしてトムスの2台がさらにその後ろ6番手7番手につけているでしょうか。土屋さん、フロントロー、まあフロントロー対決、まずはスタート、関口選手がグッドスタート、逆に牧野選手失敗しました。まずは1周目早くも2番手に対して大きなギャップを築いてやろうというその意気込みが感じられます。サイドバイサイド、アウトサイドから野尻、次は SP コーナー左カーブ、インを取れるのは野尻でしょうか。野尻が前に出ます、野尻が前に出ます。山下健太を捉えました。ポイントリーダーの野尻、これで大津の後ろ9番手に上がったことになります。そしてその2台後方には坪井翔の姿が見えますでしょうか。さあ早くも1周目終わって、まずはトップ関口裕司から戻ってきました。オープニングラップ、いや1周の距離からすると戻ってくるのが早いですね。スーパーフォーミュラー先頭関口、2番手坂口、3番手福住、4番手に大湯、5番手に落ちてしまった牧野、6番手宮田、7番手アレジ、8番手に山本、9番手に松下、10番手に大津、そして11番手に野尻ということで、松下が今9番手まで上がってきているということなんです。はい、素晴らしいスタートで順位を上げてきています、はい、そして12番手に山下、13番手坪井、14番手小高、15番手高星、16番手中山、17番手に塚越というオーダーになっています。さあ現在画面は福住2レーンのオンボード映像ということになりますけれども、 SP コーナーから SP インアウトとこの字型に曲がっていきます。そして最終、さあ福住が今度は起動させて襲いかかっていくのは坂口瀬名ということになります。最終コーナーから立ち上がってきたメインストレート、さあ福住2レーンが坂口を捉えるか。アウトサイドから、アウトサイドからオーバーテイクを使っている。あーっと当たってしまった坂口、でも捉えた、2台とも捉えました。2台とも坂口もちょっと我慢しすぎましたかね。頑張りすぎましたか。カートみたいですね。いやカートですね。さあその今福住2レーが1コーナーでサイドバイサイド、坂口も粘って抑えていったんです。